本香里氏、今月開会の通常国会で移管使用禁止法案でも可決成立させてほしいがネットで話題。内容はこちら。有本香里氏が政府の移管法に対し苦言を呈しているようです。では内容を見てみましょう。岸田文雄首相は5日午前、北朝鮮による飛翔体発射について、昨年来、北朝鮮が連続してミサイルを発射していることは、誠に遺憾だ、と非難し、これまで以上に警戒、監視を強めていく、と強調した。日本政府の度重なる遺憾法に対し、有本氏が次のように苦言。有本香里、今月開会の通常国会で移管使用禁止法案でも可決成立させてほしい。これは冗談で言っているのではない。他国からミサイル撃たれようが、自分とこの若いもんが無車検車で当て逃げ疑われる事故を起こそうが、遺憾の一言です。まあそういうのはあまりにもふざけている。朝鮮に超音速ミサイルを撃たれたにもかかわらず、相変わらずの遺憾法発射。あんまりですよ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。ミサイル撃たれてるのに、遺憾だけで済ませようとする政治姿勢に対し、極めて遺憾です。遺憾を使ったら遺憾。政治家が使う遺憾は、聞き飽きた。もう遺憾は聞き飽きましたよね。次はこちら。茂木さん自体が遺憾ですね。多くの日本国民がそう思っていることでしょう。次はこちら。遺憾だから次に起こらないようにどうするのかお聞きたいですよね。遺憾に加えて記憶にございませんも禁止にしてほしいですね。あとヤジも禁止してほしいです。シェイシェイ使用禁止令も。本当に真面目に仕事をしてほしいですね。皆さん、政治への不満が溜まっているようです。最後はこちら。遺憾っていう言葉。子供の頃、政治家が使っているのを聞いたのがきっかけで知りました。かっこ笑い。なんだか困った時、逃げるための手段の一つとして使われる言葉、という印象です。かっこ笑い。遺憾であるイコールしょうがない、だよね。政府が遺憾法ばかり発射するから、なんだか遺憾という言葉が、とても軽い言葉に感じてしまうようになっちゃいました。結論。北朝鮮が日本に向け、幾度となくミサイルを発射し、日本国民の命が危険にさらされているにもかかわらず、日本政府はこれまでもずっと北朝鮮に対し遺憾法を発射し続ける始末。その結果北朝鮮は何の反省もすることなく日本に向けミサイルを発射し続ける現状。この状況を打破するにはやはり北朝鮮への厳しい制裁などの強い措置を取るべきではないでしょうか。遺憾法を打ち続けたところで何の変化も生まれないと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。